俺たちの専売特許だよ、やるぞ。ああ、わかったよ。できんのか？うん。お前から温度取ってみてもいいんだぜ。やってみるか？これより BC2L デュオレーンの開会式を始めたいと思います。それでは録画開始開始ありがとうございます。さあみんな出発だ。勝つぜ。美声やったな。あ、てかフォーザー愛のプレゼン何々々ありがとうございます。俺こんなことしてるから配信の準備で何もできてない。カヌレ君さんもアイテムありがとうございます。ハクマリさんおめでとう。緑おめでとうなのかどうかわからんけどありがとうございます。おめでとう。おめでたくはないけど全然。ちょ音でかすぎるなこれ。ちょ待って待って待って。え、TF？ うん、もうあれなんですよね、この iPhone13 Pro 買ったんですけど、ちょっと壊れたんで、携帯前の。カバーがないんで、いかんせん、いかんせんなんですよね。そう。いかんせん、きかんせん？そう、持ちにくいわ。これいつやったら、おとなしくやったら勝てるな。俺引っ張られるからな、怖いわ。うん、俺がカッパに、カッパ？カッパ？代わりに引っ張られるわ。カッパケソ？エズ、エズ、あ、エズトップ？気づいちゃった俺ら。宇宙じゃん。気づいてはならないことになんか、気づいてしまったかもしれん。この地球は丸いってことに？あ、仕掛けれる。うん、ミニオン、ミニオンシュー、俺生きてんだよな。俺生きてんだよな。どうよ、どうよ。あんなんフラッシュクで2枚のカップじゃん。いや、やるじゃん。アグレッシブじゃん。ああ、ここは落ち着くわって、せやだろ。実家だよ、実家。前、おかえり。前、あ、始まった。おかえり。おかえり、実家だよ。ただいま。今日、ご飯何？今日？うん。今日は、隣の菊池さんの唐揚げだよ。ああ、菊池さんの唐揚げが一番美味しいんだよね。お母さんが作る唐揚げ、ほんとクソまずくてさ。ほんと食えたもんじゃないんだよね、いつも。ありがとう、菊池さん。違うよ。菊池さんのをバラバラにした唐揚げだよ。菊池さん、菊池さん。お母さん。ラーメン回しに来たから。お母さん。お母さん。調理した下手なの。お母さん。お母さんが非人道的になってるよ、お母さん。え、それお前だよ。ああ。お母さん、お母さん、これ目だ、お母さん。お母さん。お母さん、ほげー、ほげー、お母さん、お母さん怖いよ。お母さん、お母さんどうしちゃったの？ん？お母さん、いつものニコニコのお母さんはどこに行っちゃったの？あれ、私更年期かしら。怖え、怖えよ。まさかの展開やった。そう、ただいまお帰り。いただきます。おやすみ。お帰り。ありがとう。なんだ？そう、結局買い替えだったんですよね。最悪データなくなったし。これからもやちゃんとレックスさん応援し続けます。応援され続けます。早く来いよ。襲っちゃうぞ。うん、襲っちゃうぞ。唐揚げにしちゃうぞ。菊池さん。君でいい。マウンテン悪くないだろ。
悪くないだろう。エフェルトだ。どこ行った。ダブルで飛ばしたかったけど、ブラッシュは使いたくなかった。ブラッシュ使えや。よくなかった。おい、その黄色から誰にいるの？入れ、入れてみろ。おい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 。おい、うわぁ、うわぁ、うわぁ、いけいけいけ、うわぁ、あおぉ、さ、帰りましょう。ミニオンがなくなりました。F1 レーサー、ウシ、ナイス。ジャンプ新連載、うん、決定。初回得点は菊池さん、回覧板を唐揚げにされた菊池さん4コマ漫画怖えよ。アイテムありがとうございます。サルメさん、フォーさん、連発さん、ありがとうございます。なんか最近の俺の配信で思うこと言っていい？うん。なんで俺アヤだけアヤって呼んでるの？好きなの？なんか怖えない。おお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 おF1 レーサー牛、第4コーナー曲がって直線コーナー入りました。いや、入りました。最後の直線になります。最後の 1600m。 さあさあ早く走ってくるからさ、牛し牛し牛し、さあここで減速、牛し牛し牛し、止まること知らない。あ、ミトさんお疲れ様、ありがとうございます。ちょっと牛し、第2コーナー曲がって下にいるシルクハットを狙う。さあ今回は唐揚げにするのかどうなんだ。おーっと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 、さあこんにちは。さあ手前に飛ばした TF、 あー逃がさない。つえ、この牛つえ、油乗ってるわ。さあミトにいるエズリアル、これはどう調子上か。まっすぐ入っていく、入っていく。はい、フラッシュダウン。さあ私のヘルスはまだまだあります。うー、怖い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 、うわーわー、おほら、おや、生きてる、ほら、おりゃー、おい、切るー、帰ろう。このアリスター強すぎる。なんか606の周りに金持ってねえな。衛星車0010アリスターでございます。おお、よろしいね。線路は続く。ゆっくりバージョン、ゆっくりバージョン。ターゲット発見。さあオラフやるのか。うん、君は裏側に。ウシシ、ウシシ、このゲームに瀬戸がいたとは知らなかった。あー、でも俺の時間稼ぎのおかげ。どう、そうだ、やるじゃねえか。レジェンダリーじゃねえか、もうこれ。アイテムありがとうございます。そう、あれ死にたくなかった。
作曲センスが本当にすごいことになってる。今日は、じゃあ俺グラガスのウルトフラッシュで避けます。はい、お願いします。とりあえず突っ込んでみた。あ、どっか行った。はい、フラッシュダウン。絶対死んだ。あいつ絶対死んだ。グラガスフラッシュイグナイト。誰かと思えば射撃の的です。ウシシってそれだけでそんな硬いんだ。そうだよ、やるじゃん。どれだけ自分が硬いと思い込めるかどうかが大事。あんま硬くないな、本当は。そうだよ。そうなんだ。確か俺がやるアリスタ一番柔らかかったもんな。こんにゃくと豆腐を足して2で割ったって感じかな。ふにゃふにゃだ。俺まだないよ、大丈夫？大丈夫。俺もうこれ通常しか殴れないよ、俺。いいよ。とりあえずこの、こすりついてで。タワー10発は受けた。すごいね。エゼリアルフラッシュ了解です。もっと速さが欲しい。あ、眠いさん、どうもお疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。アイテムありがとうございます。マイさん、あの空に翼を広げ飛んで行きたいな。バイバイ。悲しみのない自由な空へ飛んで行き、ファイアウェイ行きたい。まっすぐ歩いてみた。セカンドシングル、まっすぐ歩いてみた。僕いないよ。知ってるよ。あ、やばい、オラフいる。怒られる。大丈夫。スマイトで、スマイトで取る気だ、こいつ。そうはさせないぞー。ディンディディン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 ディディンディディンディンディディンディディンディンディ。あ、敵下がってる。セティが危ない。この状況で敵の TF ができることとは？おら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 、ミッド大集合だ、ワイワイ。おう！あ、いやいやいや、強っ！オラフ、もう、オラフの金！今よだれ垂れた。ああ、マイサー、さっき500の声出たけど、よだれは垂れてる。どこだ？どこだ？どこだ？白米さん、ああ、白米さん、キュービの狐、風。よくわからん。よくわからんが、すげえありがとう、500。ありがとうございます。え？キュービの風？どこ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 。うわぁ！いた。見逃しちまったぜ、すんません。謎アイテムだった。とりあえずでもありがとう。ありがとう。俺の血となり肉となろう。これでやっと、実家に一人で住んでるお母さんに薬を飲ませてあげられるよ。そうだ。おっかさん、飛んで行きたいよ。はい、おめえ。
帰るよ。行った方が良さそう。分かった、帰ろう。4コア D で。エイズルートが飛んでくる。うわーうわーい。行くぞ行くぞ。さあ、アップデートされたビビロイヤルの強さをとくとみご覧あれ。ドゥン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 。アリスタ、メカニカルプログラム起動。セーブデータをロードいたします。よ、メカニカルです。アリスタ、行くぞ。グイン。ここは、そっか、3年後の、おーおー、ちょっと待って、うわー、来ないねー。おっと、これはまずいぞ。俺らやらかしてる、前に出すぎたー。やらかしてる。メカニカルプログラムデータ消します。消します。ちょっと俺ら足引っ張っちゃってる。これバロン取られる。激スロー、超スロー。やばいやばいやばい。せっかく俺がスノーにしたのに。ちょっとワードを気に入ったことにしよう。ちょっとメカニカルプログラムをインストールしたことはちょっと内緒にしとこう。メカニカルプログラムは一切ローディングしておりません。あ、すっごいそれ。あー、宇宙。わー、強そう。うわー、 TP 詰めばよかった。なしでいいや。メカニカルプログラム再起動。再起動しちゃった。うーん、ピピ積みなさい。あんた行きます、行きます。いいとこ取りのルシアン登場。こんばんは。いいとこ取りのジェジェー。いいとこ、いいとこ取りよです。そんなわけでもないです。サウナベイビー分けました。水風呂1万円。それが水風呂とは冷たければ冷たいほどええ。コーラと一緒じゃ。ほんまに。あー、牛が輝いてるな今日も。輝いちゃってんな。うん、もう激スローゲーミングしたな俺ら。いやでもまああれはどっちかっていうと脳にしたのはもう俺たちだよ。まあ確かに。ナイス、勝ててよかった。とりあえず俺たちのせいで負けたらとんでもないことになった。大会も負けて、クソみたいなプレッシャー負けて、もうやめてた配信。もう今日で引退してた。そうだよ、もう裸で地元の商店街盆踊りしなきゃいけないとこだった。ただ捕まるよ、それ多分普通に。うん、捕まる。うん、そっか、普通に、普通にか。やっぱ iPhone 新しくしたときに一番思うことってバッテリーの持ちいいってことやんね。うん、なんか性能上がったなとか何にも思わんけど、バッテリーの持ちええわって毎回思うわ。今日配信しなくていいや。なんでしたらいいの、ね、いいんだ。あと27時間も配信するのに今から。うん、およ、ボボボボボボボ、およ、おひょ、キョンシーさん、キョンシーさん、誰だ。え、覚えてないの。中学の時同じ部活動だったじゃないか。あのキョンシーさんか。そうだよ。誰だ。部活の岩壁のぼ、岩壁のぼり部だったじゃないか。同じ。まさか岩壁のぼり部のあの射程射程のことか。そうだよ。寝起きのレックスくん元気すぎだな。ちょっと俺もさっきまでずっとレックスくん起きてよって言っとったのに。そうだよ、ちょっとって言ってたのに。うーんって言ってた、ずっと。あ、オリアンピック、あーどうしよう。あ、キョンシーさんって、あ、味方に来たってことね。そういうことね。そうだよ。あ、いやーいやーバカ。
今日お疲れ様でした。ありがとうございます、シャンクさん。おいよよー。おろ？ありがとうございます。いい声だね、君。え、ほんと？え？ありがとうございます。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 ありがとう。ありがとう。大会でエネルギー使いすぎて寝てたのって、いやなんか よく寝るんですよ、これ普通に。何の気なしに。僕背中にコンセントついてて、たまにコンセントついてるとこで寝ないとダメなんですよね。そうですね、あのダイソンみたいな感じで。そうなんですよ、ルンバみたいに。あ、ルンバ。勝手にルンバだった。勝手にコンセント行くんだよ、ちょっとほっといてください。危ない、今月消し飛ぶとこだった。そこまでは大きいと思うけど。いや、今ピックミスで月破壊しかけた。これなぁ、バルスってやっぱさすがにヤマトでいいよ。マナフロもいらないし、あんた対人もいらないし、フロマクもいらないし、みたいなとこあるよね。今思ったんだけど、ヤマトの反対って何？カラト？カコント？違う、言ってない。言ってない。うん。天然痘？天然痘？それってあれじゃない、江戸時代に流行った。あれ、病じゃないか。ちなみに伊達政宗の右目がないのも天然痘だ。調子いい。調子いい、こいつ。寝て元気になっとる、いつの間にか。寝て正解だったな。白色。白色でした。意外と。ちなみにレックスくん歴史詳しいぶってるけど、大化の改新とか知らないからあんまり。何それ、おいしいの。大バカ者だ。アドを流していい？ダメだよ。デイブレ、あ、そう、俺デイブレンクフロントラインを絶対大会前に流すっていう自分の中のルーティンあるんですけど、流していい？うん。ダメだよ。流して。流したら僕初手ボディスラム取りするからね。そんなに悪くもない、良くもないけど。春の犬ってあれじゃん。何 ?OTP じゃん。ティーモ。ティーモとかテイモ。そうなの？うん。ほら、行くよ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 。ちょっと待って。ほら、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 ほら。履修して、言うとるよ、履修して。まだエズリアルミットやん。どうしたん俺さっきから。うん、ディオレンの敵が武士で壁にお腹こすりつけとくわ。思ったよりこすりつけてる。思ったよりこすりつけてるわ、あれ。思ったよりやってるわ、あれ。こすりつけとったらエズリアルの球避けれた。あんた、分かっちゃいなーい。アドだー。アドがいる。アド通りのアドです。アドだー。ヘルス効果見ちゃかったー。ここまで見越しのプレイなのか。いた。受けたくない。俺が受ける。うそんな悪い子にはおしおきだよ。わ、やるじゃねえか。やるじゃねえか。やるじゃねえか、おめえ。いいよ、いいよ。松本。いいよ。シュン
バイ。ダイアナが来てる。めちゃくちゃ来てる。俺に勝てると思ってない。いや、ルシアも来るぞ。いるぜーん。ドン。ここで下下にゲットしたことをお知らせいたし、嘘でーす。知ってまーす。フラッシュしてもいいかな。ダメだよ、上だよ、ダイアナ。ここでゾーニングするんだ、俺は。いいよ。次のオリンピックまで。いいよ。ああ、このキャノンミニを絶対に取らせないぞ。おお、まず当てる。うん。まだまだ大丈夫。まだ大丈夫。ああ、もう危ない、もう危ない。ああ、取らないで。よーし。よーし。え？ダイナマイトボトレス。ボディブロック。エズリアルまだないよ。マイブリンク。マイブリン。ああ。わあ。わあ。この度は。この度は、大ウェーブ市内へようこそ。大ウェーブ市内です。こんばんは。いっぱい。あのウェーブの量はちょっとまずいぞ。まずいまずい。あー、これダイアナ。あ、頭が。頭がおかしくなる。え、そう、イリリアこっそり可能違くない？てかこれ俺たちミッドじゃね？行かなきゃいけなかったの。あ、本当だ。いやでもこのウェーブの量はちょっと上げれない。ビン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 だって。またティーも育てるのマジ面倒なんだけど。あー、キャナルした激まず。あれ、相手のウルト3つもなくなってるのに。もしも負けか、このゲーム。非常に危ういことだけは確かだよ。カミルが取るんだ。攻め立つ祭り祭り上げられた。まずい。俺たちもまずい。一人だよ。撃たれよ。俺はすぐ撃たれてない。オッケー、ブリンカカスター下がるよ。ミー壊しちゃって。ありがとう。なんか来てね、これ。来てないか、ダイアナ。来てない。身食べるね。うん。アマトだよ。この試合、きつすぎないかい。よく気づいたじゃないか。僕は白色だから。もうポーキンポーキンポーキー直しよう。これもうエズフラッシュイするよ。うん。あ、フラッシュ切って相手。盾使わせたいな、好きに。ね。ダイアナがな、これ、こっち側なんだよな。危ないな。ナイス。早すぎる。いやー、ダイアナ来るなー、多分。スネアが当たってんじゃないの、それ、君。もうお尻丸出しとこ。
無理かな。で、折れる。あ、なんか技出ちゃった。あれがじゃない。3600円持ってる。アンブラルブレイブ飛んじゃおう。俺も3000円持ってる。アンブラルだ、アンブラル。三越行っとくよ。アンブラルでいいのか、本当に。いや、これドラクサじゃ、ドラクサか、金の持ち方は6400円ドラクサだな。金持ってるときはドラクサが強いんだ、一番。おお電話？おお、違う。何？フォーさん、アイテムありがとうございます。とりあえず。あ、めちゃめちゃあれしてた。読んでなかった、ごめん。歴史上で好きな人物になるつもりかな、俺が。毒蝮探偵です。やっぱ歴史上で尊敬される人間に俺はなります。ティームを殺そうとして2人が犠牲になりました。了解です。非常に痛いです。痛いし不快です。ティームをやめてください。まずいっすね、なんかこれ。なんだかまずそうな日本日が。日本日日本日がクンクニール。日本日クンクニールでございます。イルリア大丈夫？え？シンプルニーシーだ。ジェイツもそれやばいよ。お兄ちゃん。チルアイトしてる。みんなで。いや、お前じゃない。下振りだよ。もう下いいや。いいか。なんで当たらんのこれ。取られた。え、入れるよ。いってぇ。もう、だるすぎ。もう次行きたいんだけど、これ。うわー、クワドラキル。次行きますか。うん。松本さん、アイテムありがとうございます。いや、びっくりしたし、ごめんね、ちょっとすいません、やってしまいました。あー、待って、バト落ちちゃった、間違えて。多分、ここさんなんか勝てる姿勢かったな、なんか。せっかくディオレン頑張ってるのに。ああ、俺が SVP だ。いや、ポイントうますぎるな、マジで。テラポ？ん？いや。ん？何のポイント？あの、普通にマスターの。おお。次いきまーす。松本さん、神武器 S100 ありがとうございます。眠くなってきた。落ち着けよ。何？落ち着けよ。落ち着いてるの？ダメだよ。え、眠くなってきた。ダメだよ。ん？ダメだよ。え、じゃあ落ち着くの？ダメだよ。ん？何がダメなの？全部ダメだよ。全部ダメ？全部ダメよ。何？え、ワリファイダメ？いや、ワリファイいいよ。寝ていいの？あ、マッチングしたよ。落ちる？落ちるよ。うん。ワイリフはいいよ。じゃあダメかいいで答えて。いいよ。うん。焼き鳥食べていいの？いいよ。いいよ。じゃあアポロちょこちょこ小粒的？いいよ。いい？いいよ。線香花火。いいよ。猫踏んじゃった。いいよ。黒猫やめと。宅急便。うん、正解。よし。何する？何しようかな。ジグス。
今の会話何だった？ん？今の？眠気覚まし。眠気覚ましか。うん。あ、マルファイトやる？あ、やりたい。いいよ。あ、でも次にしようか。せっかくゼロだし。ジグスやりでいいわ。せっかくだったら。ティーモ、ティーモ。ああ、ベストオブティーモが来た。本当だ。怖え。ブルジャックスだ。めんどくせえ。リノマメこんばんは。セラフィンしていい？ダメ。え、なんで？ジャックスだもん。うん、ジャックスだよ。ジャックスをなんかとかしてくれるキャラにして。それだね。やだよ。これよりビビロイヤル修羅の道へ入る。じゃあ僕は何の道に入ろうかな。マナいっぱいビルドでやろう。じゃあ僕はこれより表参道に参る。おう、中目黒で集合しよう。あれか、丸マルハンじゃなくてバチゴヤ、マルハンバチゴヤだ。ほら、中目黒のほら池袋何の話。ほら、角丸、角丸、カルマル、ほら、あ、そう、カルマル、カルマルね。池袋のサウナね、うん、それそう、それシュッカーされたはずのエゴランクの牛が来た。もうピンピンしとるわ、こいつ。千葉県さん、A5 ランク牛、ポチです。ポチです。ポディ、特技は走ることと、突っ込むことです。よろしくお願いします。壁にこすりつけることです。阻害行くか。もうなんか急にランク高いやん、みんな。そうなの？うん、本当だ。これさっきの敵やな。グラガセ取った時のやつや。けど俺がさっき牛で擦りまくって突りまくったやつ。え、このゼド？うん、時のグラガス。ああ、俺の秘術使っていい？いいよ。よし、一応確認。一応確認。よし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 。グラシアス、グラシアス。頑張るから W で入っていいかな。ダメだよ。届かないよ、多分。うん、そう、届かないよ。だからフラッシュ W？ ダメだよ。ダメ？ダメだよ。本気出しすぎだよ。困ったな。あ、うわ、ドキに来る。これ、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 ポリモフってダメージあんの？あり。あるの？時計、ああ、ブーン、ボタが。え、ブタ？俺、牛だよ。うん、知ってるよ。取れや。誰が？お前、なんだ、お前、さっきか、このルルは。本当に。てめえ、お前ら、お前よ、てめえよ。てめえこらよ、おい。てめえ、てめえ、おい。てめえがよ、おい。まずい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 ま出荷された、俺の代わりに。え、じゃあ、あのバルサ俺が出荷していいってこと？そうだ、てかエディバルスじゃん、これ。あい、行こうとしてね。そう。ちょ、ミリオン、おお。ちょっと、お前ら、ちょっと、どっか行け。よし。あー、やばい。え、てか、なんかめっちゃ死んでない？ え俺が、地割れ起こした。おい、おい、俺のミリオン。うわー、すごい、もうちょっと全然行ってないわ。
じゃあウルト使わなくていいのに。暇だな。もう帰ろうかな。まるで子供の誕生日に母親と父親が同じ誕生日プレゼントをお互い買ってきた時みたいな。どんな感じだよそれ。しっかり経験、これ押すか。これウルト使うはめんどくさいから。あー危なっ。いやでもあれ全然ダメージ出んよ。あれやるよ。黙れ。ええごめん意味え間違えた。どっか行け、どうした。もういいよ。何がもう第7コーナー攻めてくる。でももう一人でもなんとか一人立ちできる年頃かも。お父さん認めないぞ。パパがそんなんだから。妹のエミリはこれちゃったんだよ。エミ、俺がいつも学校から帰ってきたらエミタンよちよち、エミタンよちよちって言ってたから。うん、そう、多分それはそう。めちゃくちゃ嫌そう、それ。おお、これ、来るぞ、敵来るぞ、敵。ルルが来た時に、捕らえるぞ。おお。おー、来るぞ、あーあ、こっち来いよ、お前。あ、牛俺は生きるぞ。ああ、待って、来ないで、ああクソプレイオブザイヤー牛じゃないそれ。そんなことないよ。どうよこの結果。悪くないんじゃねえか。何バレスフラッシュダウンだよ。この集団戦は絶対勝てるように俺が計算尽くして。そうだ、ナイスじゃねえか。これがこの角度で。ああ始まった。いつぞやの配信で見たことある光景。君は来るな。そして僕がここをせき止めとく。もう間ない俺帰ろう。あーちっちゃいミニオンに倒されないで。雑魚がや。でどうすんのミニオン。すんの押すよ。オッケー。待って、俺が強いやつがない。ないよ。怒ったぞ。で、いいことと悪いことが。あ、でもダメだ。このヘルシャーダメだ。お食事できない。ウィーク向いてこい。あ、間に合わない。あ、J4 入っちゃったじゃん。あ、外してる。君一人で頑張ってね。じゃあうん、俺帰るよ。僕二度とそっち行かないか。二度とはやめて。クレイジーすぎるな。俺が？そうよ。え？外してない？牛。え、違うよ。あれはわざと近いところに落として威嚇するっていう。ワザップ、うん。あ、フリーだ。このタワー。チキータ、コーチ。チキータ。問題です。チキータとは何のスポーツ競技の技名でしょう？卓球です。うん、正解。めっちゃ来てない、なんか。気のせいよ。気のせいじゃないの。おらよこの野郎がよ、てめえよ。どっちがリソース吐かせるか勝負しようか。あ、いた。はや、シーシー。てめえ、おらよ、こらよ、おい。ジャックスもいる。オッケー。お前、まだなくないバレス。チキータ。
キータコーチ。チキータコーチがいる。いや帰りたくねえなあれ、やりてえ。ね、あ、帰っちゃった。いやジャクソンが。アイバルスって絶対弱いよね。うん。めちゃくちゃバルスがいる気が、バルスじゃない。あでも師匠がいる、師匠うちの。ポイン。はい、ルルフラッシュ。ガリオルト、ガリオルト、ルルフラッシュのガリオルト。虫じゃねえか、可愛らしいじゃねえか、サちゃん。いたねえなお。こんにちは。はい、リソース吐かされただけです。そうです。え、ダブルキル、え、ミッドもやばい。そしてミッド大丈夫。ジャックス7500円。え、お、お供持ち。スタワー削るのクソ早い。ポークさせてくれ、ポーク。ほらシンプルにガレンが浮いてるという事実。本当だ。そして俺のキル。ポークさせろ。これはシンプルにミッドのタワーでいい。ん？なんか集まってねえかあれ。ぶち込んじゃおう。うおほほ。おぽぽぽぽぽぽぽ。おぽぽぽぽ。うぽつー。うぽつー。フラッシュもゾーニャも切る必要ありませんでございますな。なんとウポツ神経。このジーフォーツスマイト強え。ね、気がついたら706なんだよ。あ、やべ、取っちゃった。ポンって。オレオレオレ、待て、爆弾やろー。オレーオレ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 、早いよ。そのぬかし、あ、いらなかった、絶対。ほい、ポリモン入っちゃおう、ポイン。ポリモンダメージないや、やっぱり。うん、バレたない。エクスペクト、パトローナー、なんかいる。パトローナーム、パトローナーム。はい、そこには私の地雷が置いてあります。これちょっとまずい、パトローナーム。君はゾーニャ入れなかった、パトローナーム。とは俺にウルトかと思ってゾーニャ打っちゃった。フルヘルスにガレンはウルト打たない、パトローナーム。それはそう、ヘルド出しちゃおうかな。え、強いじゃん。いや強いよ俺も。やばい、俺のボルケーノリングスが発動しそうだ。どうなるんだ、発動したら。ん、サンファイアイージスを買う。うん、俺これ全然ほんまにたまにポン押ししたらマジでさ、全然もうこんなの出るときあるよね。聞けよ話。うん、おい、うん、
聞いてなかったろ今。うん。すごい動き。どう僕のボール系のリングス。やるじゃねえか。両方が辛くなってしまったぞ。あ、やべ。え？ロケナイだよ、バイバイ。ナイスー。つえー。ゾウにあると思ったらさっき使ってたじゃねえか、バカ野郎がよ。うん、ぶっ壊れるのに。おねえじゃん。やべ。やめて！あー、なんで？お、バカー！バカン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 。バカーン。強い。なんかあの、止めれたんじゃないですかね、今の。え、言っとくけど、君ノックアップさせたから僕のダブルの判定がなくなったんだよ、ジャックスの。何？でも僕はあのタイミングで使うしかねえじゃねえか、ジグス使いな。いや。いや。超強え。今日だけは言わせてもらう。僕は唐揚げが好きだ。うん、知ってる。そうか。おい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 、それ先触りじゃいけねえんじゃねえのか。あ、すごいじゃん。すごい、すごい動き。敵の匂いがするずら、こっちに落ち着け。敵の匂いがするずら。このバルスもやめるぞ、このゲーム。北西の方角に敵の匂いがするずら。後ろから中に入れる。え、逆にまずいやつじゃん。え、俺取った？取られてるかな。取られてる。待って、俺クソやらかした今。どうよ、どうなのか。母笑っとるわ。笑っとるから大丈夫や多分。ああ、いや、ジェフは怒ってる、絶対。オール。あ、やばい、あ、ジェフ、切れてる。ちょ、怒ってる、ニホヒ。わかったよ。ホワイトでお前にチョコやるか許せ。あれ？全然くれるの、これ。やばい。おい、おい、おい、おい。え、でもね、バルスールと、ジャックスールと、ルルルと。うわあ、すっげえそれ。え、てかジャックスがマジやばい。もうまあ遊んで暇ないわ、これ。こう見て、まあ遊んでなんかないけど。ゲージを勝て。うん、おガレーの売りと。さあどうだ。あ、強い強い強い。あ、パワーも取れるよ。オッケー。浮き飛べ、浮き飛べ、ルルちゃん。敵は欲しい？欲しいよ。あげない。もらう。あげない。ちょ、本当に本当に怒るよ。本当に怒るよ。ごめんごめんごめん。あ、欲しいの？いや、おいおい、もう湧いてるからな、敵。これで死んだらお前のせいだからな。分かった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 。あー、俺のサンファイア取っちゃった。危ねえ。
彼に欲しいの？あげない。今の法律では人を殺めてしまうとどうなるんだっけな。大丈夫か？殺人罪、もしくは殺人未遂の容疑で逮捕されます。クソがよ、生まれる時代を間違えたようだ。将来、哀れみの刑。生類だ。生類か。何や、将来って。将来、哀れんでくれよって。うん。じゃあ、一旦帰るで、俺。帰っちゃうのか？帰るで。俺のダメージもこれすげえ、ルルワンパンなんじゃねえか、俺。マジで。二人とも、喧嘩はやめてって。俺は仕掛けたつもりはねえんだがな、このバカ野郎が仕掛けてきたんだよな。俺は喧嘩と戦争が一番大嫌いだ。嘘つけ。え？これルルにさ、俺ウルト打ったらどうなるんだろう。ここに打ってみるわ。打ってみて。ああ、でもあんま食らわんな。いや、今外側だったから。中側だったらあの2倍でしょ？そうか。つまりは残り2割になってたね、相手。もう一旦帰るやろ、でも。いや、これスチールされたらやべえんだよな。バレてんな、これ視界で。でもゼドがスプリットできてるからいいんだよ。やる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 。めちゃくちゃ止めてる。ジジイじゃん。ジジイじゃん。俺今こっちに来ようとするジャックス4回吹っ飛ばしたんだけど向こうに。かわいそうなことだったな。でも7かてって俺1320じゃん。やるじゃん。将来哀れみの霊、将来お前のことをあや哀れむからな。いいぞ、哀れなく。よ、ご褒美だ。うん、嬉しい。うい、4万5000玉ぎ。ウェイ、18316受け。少ないな、意外と。そうだね。でも J4 とかいうキャラ強えな。うん、すっごいカッチカチだったな。カッチカチだった、本当に。チョモランマくらいカチカチだった。チョモランマってカチカチなのか？うん、カチカチよ。カチカチの単位として使うのかな。青バフ吹っ飛ぶの初めて見たって、あの赤バフ、あれやん、あのブリッツの赤バフ引っ張るのと一緒。そう、俺も初めて見た。ちなみに将来哀れみの霊は誰が作った法律でしょう？徳川吉宗。違います。ちなみに吉宗は何代将軍ですか？6代。おお。え、合ってんの？確か合ってる。適当に確か合ってるはずだ。じゃあ問題です。はい、よろしくお願いします。織田信成は？織田信成は江津家の店主です。正解です。わ、そんだけの問題。そんだけの問題だったんですか、今。そうです。実は戦国武将かと思いきやスケート選手です。出ます。織田信成はって問題ある？こんな問題。え？織田信成は終わり。早押しクイズやるな。毎度。知り合い？お茶かさん。いつも配信来てくれてる？来てない。来てないってことはあれか？知り合いじゃないってことか？そうだよ。そうか。うん。ルルやったってたら、あ。弓開いとるやん。
弓やろうや。やだ、やだ。やった方がいいって普通に。お前練習した方がいいんだって普通に。わかった？アルバイトやるって言ってたけど、でも弓やるのはちょっと話が別に今までやってなかったかもしれないのに、もう喜びなかったから、もう覚えてないんだけどさ、お前でも、いや、でも釣り師になってことはさ、もう言いつけないよ、これいっぱいやったら5秒間使えなくなっちゃうからどうなんだろう、どうだと思う？ん？なんて？ん？弓やろ？弓やるの？うん。ほら、お茶かさんが乗ってほしいって顔してるやん。マドネス。サドネス。今日調子良くない？調子いいよ。よく見る。なんかこう結構今までこう張り詰めたというか、時間もなかったし、あんまりね、今日はゆっくり時間取って配信できるんで楽しんでやってます。よく見る。元気だ。やそうかこれ。もしや。やめろ。ブイン。闇に落ちた者どもを借りに行こう。ペインのマナフロってどうやって貯めるんこれ。あ、強化された通常攻撃でいいや。めっちゃ簡単や。マナフロにしよう。回線でやってみる。今何の真似かわかる？何が？今の何の真似かわかる？なんかした？なんでもね。言うとみんなの。ああ、お尻ブルブルしていい？とりあえず尻尾。いいよ。ああ、すごい。濃いねこれ。すっごいじゃん。そうだよ。濃いブルブル。おお、すごいランク帯高いじゃんずっと。ね。あ、でも味方にいた。二人が敵に行っちゃった。芝居重要。今日大会のコメントがお兄ちゃんで溢れてたって。ちなみにフォーさんが始めてたそれ。フィールド文庫さんが。みんなでやりすぎるとなんか、なんだこいつらってなっちゃうから。だからほどほどにしてね。そうだよ。僕たちが悪くなっちゃうからそれ。結局のところ。お兄ちゃんコメントの苦情は一切受け付けておりませんので。受け付けておりませんので。公式大会運営ホームページにて、お問い合わせください。あ、待って。あ、いやいやいや。カウンターの通常攻撃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 。待機。回復。仕事人だこいつ。カウンターの通常攻撃。待機。いいぞ。出る。自分を回復。なんで？ローケットミサイルぐる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 。はい。カウンターの通常。あ、それはまずい。俺が前に出ることによって君を生存させる。どう？突然のイグゾイグネット。ナイスだ。判定のタイミングを見つけることができる。わきまえて。わきまえてる。会社が振り、いや、でも釣るしか。やるじゃん。やるじゃん。やるじゃん、やっちゃいなさい。もうジャックついちゃってて言ったこと。いいよ、帰るしろせ。でも俺はお金をどこから搾取すればいいの？そうだ。もう一問になっちまう。ただでさ、俺今お金ないの。リアルも現実も。そうだ。どっちもお金ない。
うわーこれフリーズされる。まずい。からないでこれ、それ。フリーズしないで。ウィー、フリーズしねえ。ウィー。ジャックスが嬉しくなっちゃってる。プリプリしてる？うん。大丈夫か。あ、ネムイさん、アイテムありがとうございます。何？あのね、身に落としかけただけだ。そう、それな、俺めっちゃ出てたよね、今日。実況の人が。そう、間違えてたんだよね。ビビロイヤルが。あれよろしくないと思うんだけど、まだビビマによくないよね。俺は別にいいけど、うん、結構やっぱ大会で呼ばれたいじゃん、名前って。ビビロイヤルは生存って言われたいもん、俺ももっと。うん、いい、もっと舐められたいもん。うん、キューブさんにペロペロされたいもん。え、うん、なんか勝てる気しないか。何レベルだ君。4レベル。うん、ダメだ。よっぺ。うんと来るよね。ね、最強じゃんこれ、もジャックス。ダブルキル美味しいね、ジャックスの。タイミング最悪だった今の。さすがにね。行くよ。それかな。え、届くする？いらなかったみたい。お引越し。回数終わるわけじゃない。え、なんだろう。びっくりした。フラッシュ、そっ、よ、フラッシュ読まれてたな、今の。手抜きしなかったか、今。うん、適当だよ。適当か。うん、あれ死んだ。行くぞ、入れればゼロ俺取ったら。あー違う方に、違う方に入っちゃった。なんかヘイト高くないこれ。多分ヘイトスピーチした方がいいよ。ヘイトスピーチした方がいいかな。うん、あ、兄に乗っとってやべえんちゃうのそれ。乗ってみる？なんかめちゃめちゃダメージだね。腕をやってみるわ、一回。うん、ジャックスも最強じゃん、マジで。6000持っとる。ちなみに君も最強？もしかして。うん、ぼちぼち強いよ。なんか、え？やってね？ごちそうさまでした。ごちそうさまです。パリンする快感を奪う猫。泣き梅戦国強すぎますね。ちょっと強かったね。ドライゲーズの大会に向けて僕たちまた頑張るので応援よろしくお願いします。めちゃめちゃ強くなります。なんかフィオレあんまり育ってないな。いやこれ俺アデセン積まなきゃいけないじゃないの本当は。ああそうよ。
ルーデンじゃないね、絶対。うん、ルーデンするときは味方が AP 系の火力系の持ち職のときだけね。うん、そうよ。私、めちゃめちゃ弱くなるじゃないの。いいよ。ルデコ。いっちゃいますよ。いや。マジか。今回復上がった。フラッシュ切っときゃよかった。てか待って、俺なんで相手ゼドなのに俺フロートベルト積んでるんだ。バカなの？バカかもしれん。どうやら。うわー、それまずそう。ちょっと遠いな。弓乗れる？もちろん。てかまずい、普通にこれも。みんな死んでる。ユウとミーしかいない。オッケー。倒せる？名付けてユウ。倒せるか？倒せる倒せる倒せる。無理だ。いけるいけるいける。ウルトがないならきついぞ。でも相手のヘルス見て。クワドラコースだ今の。あ、これまずいよ。あー、まずいそれ。強すぎもうスレッシュ。ムカつくわ、ほんまに。やったな。なんか柔らけえな、俺思ったより。うん。おい、ちょっと真面目に働いてほしいにゃ。すいません。返せとだいぶ金さあるな。ファームをするとこなかったしね。俺行ってないよ。うん。折れないな。僕何気にゼロです。本当だ、やるやん。もう来るだけだから。俺に行こう。フレッシュ上だからいいよ、行こう。行かないの、タワー。いや、でもゼド来てるよ。大丈夫、いい。あれあったらなぁ、ワンコンされんだよなぁ。俺と？ワンシーあったら、E で弾けないからワンチャン負ける。いや、俺が Q で解除する。あ、そう。それサープリット、うめめめめ。ジャクジャクファイトファイトファイト。何よると。あ。惜しいね。おお、強い。助けて、初です。
初です、三鷹さんなすび。やるやん、強いやん。てかなんか味方、うん、うん、そこで帰るの怖いよ。よーし、返せの金越したぞ。いいぞいいぞ、松本いいぞ。高山くんこんばんは。戦国強かったやろ。うん、ちょっと強すぎたね。俺は弓、俺に届かない。ドラゴン、ドラゴン、バロン、あれ死んでる。ウルトナイド出たな。パリーしろパリー。わー美味しい。俺もう止まらなくなったぞ、正直。俺もえ、そろそろ君につくか。いや、もう止まらねえぞ、俺。ヤカバフも俺のだ。戦国は竹版でひよっとったよ、惜しかったって。まあ確かにな、確かに情報がなかったから、まあ適当にバンするかみたいな感じじゃないよな。そんなわけねえよな。そうだよ。井の一さんどうも、こんばんは。この試合もしかして勝ったんじゃない？そうだ。でもな、タワー受けちゃうんだよな、俺が。あの赤バフがあるから。また俺かい、タゲ。ムディムディムディ、終わらせる。ナイス、ズイズイ。今ちょうど1時間くらいかな、あと26時間。頑張ろう。え、そんなに27時間配信だよ、今日は。無理だよ。本当に無理だよ。ネックスクリーマスターいたら終わる。ああ、それでもいいよ。ネックスクリーマ何本？46。結構ある。4試合か。でも4試合か言うても、4試合って聞くと心が落ち着くな。いや、4だけじゃ、これ、はい、いや、上がれるな。15でしょ。14。14か。うん、あー、眠い。リジー、あー、もう頭がどうにかなりそう。なんでそんな眠いんだ。わかんないよ。やっぱりあれかな、あのシャーペンの芯2本持ってコンセントに挿した方がいいかな。なんか理科の実験みたいな充電方法なんだね。うん、でもあれするとすごいビリビリするよね。したことある？ない。俺実家でやったことあるよ。すっごい、あのシャーペンの芯がね、から火花出たよ。怖っ。また落ちかけた。
木めっちゃいいって言ってくれた。おい、みんな上がりやすくなったらベングルリみたいになっちゃうって。まあいいんじゃない、その今までの良くなかった点って、その、うん、勝率が 67% 以上ないとダイヤからマスターに上がれなくて、で 67% ってまあ無理じゃん普通に考えて。でなるとそのダイヤ帯のその階層の幅って言ったらいいかな、ダイヤ帯に居残る人が多くなりすぎて、だからそのダイヤ帯での実力の差がすごいことになっちゃうんだよね。ギリ見え、うん、見えるファイト、見えるファイトやりたいな、見えるファイト、見えるファイトね。これ AP なくね、マルファイトが AP じゃん。だからなんか格差マッチみたいになっちゃうんだよね、ダイヤ帯だけでやっちゃうと、うん、っていうのも防ぐためにも、まあ、上がりやすくすることによって、上がれる人はちゃんとマスターになってみたいな。でやると次はマスターの、マスターっていうかチャレンジャーがいっぱいになっちゃうか。極端すぎない上がりやすさ、まあそれはある。13-13でいいんじゃないかな、みんな勝率 50% 超えたら上がるみたいな。うん、確かに同じでよかったけどね。あ、俺イグナイトにする。火力出した方が、いやでも火力足りてるって足りてるんかな。花もねいるかな。花もねいる？いる？どう思う？いる。斜めに行くか。うん。金剣もいる。金剣もいるの？うん。相手の構成見たらいると思う。セットだって回復積まないでしょ？あんまり。まあ、ベインかな。ベインの素材はもう誰か適当に行ってくれみたいなとこあるけどね。うん。このマスター対エメラルドはちょっとやりすぎだよな。それはそう。ダイヤチャレならまあわかるけど、エメラルドとマスター戦えないよ。 50% で上がるランクってどうなのって思うけど、まあ基本的に 50% にしようとしてるからね、ライオットはみんなの勝率をになるように調整し、そんなことさせないよ。そうだよ。俺リーシュなしでいい？ああ、いいよ。しといて。あ、待って、おなら出そう。あ、いいよ。あ、聞こえた？うん、ちょっとだけ。ちょっとだけ聞こえた？うん。本当？うん。ぷいって。あ、恥ずかしい。ぷい。言わなきゃ。間違った。あ、ちょっと。最悪、最悪。あ、もう、あ、ミニオニキュウリちゃったし。もうバカ。もう最悪。考えおる、今、最悪のプレイした、俺。もしかして俺のおならで動揺した？動揺した。いや、スレッシュのあれがあるだけで俺前出れんって、なんやねあのキャラ。バグだろ。待って、おならでそう。いいよ。あ聞こえたね、今のは。あ、ちょ、もうなあ、あれずるいってあれ。強いわ。リュウ、あーうわ、あ、1個でいい。めっちゃ聞こえるの腐ってバチバチ聞こえるんだね今。それな、ほい、待って寄って。ないって。一周戦でいいや。ウェーブがゴミすぎる。本当にゴミだ。うん、ゴミだよ。さすがに清潔感ないから、おならするのは。ないよ。ごめん、ちょっとなんかもう、野生に。戻ってた俺。まだあれじゃない？
今 BGM 結構手紙に出てるから。えでもコメント欄でめっちゃ聞こえるの臭って気のせいじゃない？気になるな。ちょっと俺が悪かったよ、さすがに。うん、反省して分かった。レインフラッシュないのでけえな。じゃあ、スーパーで買い物した後にさ、うん、買い物カゴに詰める台あるじゃん、うん、あそこに無料のビニ袋あんじゃん、うん、あれ袋いっぱいに詰めて月座にあげればいい？何を？おなら？うん、いらないよ。いらない？一番いらないよ。いらないか、うん、あーちょ、早い早い、受けて受けて受けて、見た、はい、見た、あ、イグナイト、あ、死んだじゃん、これ。え、強くない相手。うん、スレッシュもダブルキルだけどさ、なんか強くね？いいことと悪いことだと思う。なんか強くね？スレッシュ。スレッシュは強いじゃん。なんかもう意味わからんダメージ受けたけど今俺。うん、ベインだよ。ベインだってあれやで、バンセップしか持ってない。うん、3発目でベインの3発目。うん、知ってるよ。そんなこと。分かっとりやせんのじゃねえですき。分かっとりやすって。いや、あのブーツ使ってピューってくるやつ強すぎるって、あのスレッシュの。ナーフした方がいいあれ。本家あんなならんもんだって。もう一連だね。ゴミだな、ウェーブ。マジで。だろうかな、ワンちゃん。いや、ダメだ。俺はルーデンコでない。最強じゃん今のコンボ。うん、ナイスじゃん。あー、お茶さんが。マルファイトタワーオールの早いよね。本当だ、意外と早い。このね、強化ダブルがクソ強いんで。折れた。ナイス。なんかお客様いない？なんかお客様はこうやって止めりゃいいんで。入り口で止めろって。そう。お客様、お客様ってほら、こうやってやっとけばバイーンってなってるから今。遅い。くっ遅い。モアウェーブね。うん、なんかワード置かれた。あ、連れてかれた。いや、ガツイ。マジか、ギリじゃん。うま、相手が。めっちゃ大解消じゃん。ナイス。お茶さん育ってんじゃん。マラソンぶち込んでもいいよ、なんか。え、ない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 。拾おう。よし。ナイス。誰俺。
アイテムありがとう。あ、てか BTK いらっしゃい、ごめんね。あ、てか俺シャドウ入るわ。入れてこよう。え、シャドウじゃないな。あ、シャドウでいいか。出てこっちか。うまっ、それ。俺のタイマー勝った。来てる、なんか来てる、上から来てる、下がった方がいいな。食いの入ってない、それなかなかエグいの入ったね、今。よかった。いや、今のすっごいかったよ、今。うん、うん、ガッチガチだったもん。入ってくれて嬉しい。とりあえず押したまえ、君、これ。触らんほうがいい。パンテオン、パンテオンが持ってかれました。瀬戸が強い。瀬戸めっちゃうまいんだけど、あのヘイメーカー。うん、よく言われる。言ってない、多分。だから君は瀬戸じゃない。おしごし、やばい、ミッドがやばい、ミッドがやばいよ。トップもやばいよ。言ってない、俺の狙いよ。うん。オリアナフラッシュね。オッケー。金うめ。お、ナイスプレイ100、ありがとう BTK。 さてはそれ、俺のマルファイトウルトに向けてのプレゼントだな。ナイス。そらちゃん入ってよ、俺強いよって言ってるよ。違うよ、相手の信条が入ったよって言ってたよ。ああ、マルファイトウルト何秒？もう分かってるよ。オッケー。あ、俺のおだちやめて。なんでミッドが、ミッドがおるか俺。いや、ウェバーでいいな。あー、3枚いるのか。危ねえ。よくないな、これ。いやー、よくない。キリにぶち込めんかったね。
相手がまとまらないから。あら、待ってよかったな、もうちょっと。そうするベインがやばいな。全然やばくないやろ、まだ。そう？モルタがるよ。ミッドがやばい。うわー、マジかよ。ぐちゃぐちゃにされてる。相手のベイン落ちてる。後ろを勝てるんじゃない？勝てそう。あ、パンテオン。あー、勝てそう。うお、強い。やるじゃん。うわ、上すっごいいいバトルしてる。ん？あー、うますぎる。激アツバロー。今ヘイメーカーパントンが E の盾で無効化して、やり投げでとどめさせた。一瞬アキレスかと思った。アキレス間違えた、メロスだった。こんなのシンプルでいいんだよ。もうこんなんぶち込めよ、こんなもん。俺が相手しとくわ。ぶち込んだれ、ぶち込んだれ。高山もアイテムありがとう。あと20秒で頭が爆発するよ。ああ、爆発しろ。爆発よ。え？じゃあこの試合でやるね。うん、そうそうそう。そうだよ。ぶち込め、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 ぶち込め。わーお。ここ。あ、違った。でもいい。もうさあ、あの1、2、3ってやってるのになんで防がれるんやろ、いつも。ディジだ。ディジコンペティション。いやー、このタイミングで当てちゃってんだよねー。あ、強い、もう。GG コンペティート。僕たちやっぱり当たり組かもしれない。どうだ、コンペティート。ダンクのスレッシュだけ強いわ。知らない。グランドマスターになりました。